車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はこちらのテックアート GT スポーツをご紹介します。さあ、それではここからは私の POV 視点でお届けいたします。で、今回こちらの車を語るにあたって外せないのが、まずそのテックアートの部分ですね。こちら改めてご紹介すると、テックアートはポルシェと同じシュトゥットガルトに本社を置くポルシェのチューナーでございます。まあ、ドイツチューナー文化をよくご理解されている方は、まあ、ピンとくるとは思うんですけれども、チューナーってあんまり聞いたことない方からすると、チューナーイズ何みたいな感じだと思うんですけれども、国産のチューナーとかと少し違って、ドイツだとチューナー文化っていうのがあります。でどっちかっていうと、国産車のチューニング、チューナーっていうのはエンジンのこの馬力を上げて速く走るっていうのがおそらく多いんじゃなかろうかと思います。でもちろんその外装だったりタイヤホイール、まあ、エアロパーツとか、あと内装を手掛けてるチューナーも国産車触ってるチューナーでいらっしゃるとは思うんですけれども、ドイツの場合チューナーっていうともう結構限られてて、しかも感覚的には車を全部作り変えるというか、チューナースタイルに内装、外装、エンジン全てそのチューナーのスタイルに変える、チューニングする、調律するっていう感じのスタイルになります。まあ、ドイツだけじゃなくって、ティフって言ってそのちゃんとしてるかどうか、製品がきちんとしたものなのかどうか、まあ、安全性だったりだとか、その辺含めてかなりこう厳密に管理されているので、まあ、そういったのも全て合格しているパーツで、まあ、まとめられていると。で、その中でもテックアートは1980年代から続くポルシェの老舗チューナーでございます。で、今でこそ割とこうドレスアップ要素、おしゃれな感じの車、車種ラインナップも多いんですけれども、もう2000年代初め前世紀はチューナーバトルで無双したりだとか、某サーキットで最速レコードを叩き出したりだとか、もうイケイケのもう走りのチューナーでもあったというテックアートで、そのテックアートが今回オートサロンに合わせてワールドプレミアした車両がこちらの GT スポーツっていう車種になります。で、これ GT スポーツ以外にもテックアートいろんなスタイルのコンプリートカーを出してます。フライウェイトだったりだとか、 GT ストリート R だったり、いろんなのが出てます。で、それぞれ、まあ、割とこう体育会系に振った車だったりだとか、ストリートを極めたようなパッケージのコンプリートカーだったり、いろいろあるんですけれども、今回ご紹介するこちらの GT スポーツは性能とスタイリングを極限まで高めたコンプリートカーになります。で、実はこの GT スポーツ、今回ご紹介する車だいぶ遡ってですね、なんと987のケーマン、2006年から伝統的に続くコンプリートでもあります。で、今回このご紹介するのは992のターボ S カブリオレをベースに、先ほども申し上げた通り極限まで性能とスタイリングをテックアート流に磨き上げた車になります。そしてですね、その GT スポーツの概要からご紹介すると、まあ細かいエアロだったりはこの後見ていくんですけども、概要からご案内するとですね、まずこちら世界限定30台になります。ただ30台とは言っても、もう車が用意されてるんじゃなくって、まあ今もうグローバルな時代ですから、もうこのポルシェって一言で言ってもいろんな仕様があります。その国だったり使われてる場所によって、なので基本的にこのパッケージが30台分用意されてるっていう感じになります。で、そのパッケージをその国のポルシェに組み込んで、もう全部こうサービスマニュアルというか指示書がありますんで、その指示書通りにこのパッケージを組み込むと、このテックアートのコンプリートカーが仕上がると。というわけで、今回ご紹介するこちらの車両は日本仕様の右ハンドルのターボ S カブリオレをベースに、テックアートの GT スポーツのパーツ、パッケージが全部組み込まれた車両になります。さあ、それでは順番に前から見ていきたいと思います。で、まず前回り、まあ、バンパー、こちらテックアートの GT スポーツ専用のバンパーになります。
で基本的に99にコンプリートカーじゃないこのバンパーも出てるんですけれども、違いとしてはこの大型のドライカーボン製のフィンがついてます。全部センサー類だったりは移植されてますんで、基本的には純正の機能が何か制限されてしまうっていうのはないような形になります。で結構ドイツチューナー、だけではないんですけども、こういったコンプリートってこう寸法が変わるイメージ、例えばワイドボディになるとか、全長が長くなるとかっていう思われている方もいらっしゃると思うんですけども、今回ご紹介するこの GT スポーツに関しては幅も標準のまんまです。フィンはでかいんですけれども幅変わらず、そしてバンパーそっくり交換なんですけれども、全長もほぼ変わらず、一応日本の法規上だと全長プラス30ミリまで構造変更、記載変更必要ないので、その辺も問題なく使えるようなこんな感じのスタイリングになっております。そして真ん中にはこのテックアートロゴが入ってたりとか、そしてこのバンパー自体は樹脂製のバンパーになります。で最近あんまりないですけど、少し前だとあのファイバー製のバンパーなんかが定番だったりすると思うんですけども、そういったものと違ってデックアートが供給しているこちらのバンパーは全部純正と同じような樹脂製になるので、これ分かりますかね、表面のこのゆらゆら感がない、後付け感がない、純正のようなフィッティングとこのクオリティのこちらのバンパーになると。で今回はこのバンパーに合わせてナンバーベースも作り直して、この99にナンバーが位置がちょっと高すぎてちょっといまいちに見える問題もしっかり解決されております。そしてこちらなんとボンネットも交換されております。でボンネットはこう GT3 のようなエアダクトがつくカーボンのフードになっております。でプレスラインもしっかり入ってるんで、このフロントの表情がかなり変わってるのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そしてですね、当然これドライカーボン製なんで非常に強度もあって軽量です。で純正もアルミのボンネットなんで決して重いわけではないんですけれども、ドライのフードになることによって大幅に軽量化も実現しております。そして最初に触れたこのダクト、エアロパーツメーカーのこういったプラスアルファされたダクトって見た目だけでしょ、スタイリングのためでしょ思われている方も多いと思うんですけども、テックアート当然ドイツのチューナーですから、普通に使用される場所がやっぱりアウトバーンだったりします。そうすると本当に200キロオーバー、下手したら300キロでも使われるような国なので、しっかりこの辺のダクトもなんと中身は GT3 のエアガイドというか純正のものを使ってちゃんと機能するようになっております。テックアートのエアロパーツは基本的に空洞に入れてちゃんと空力も計算されて設計製造されてますんで、スタイリングもちろんアップするのはそうなんですけども、ちゃんと性能をスポイルすることがない、むしろ性能がアップするように作られてるエアロパーツになります。だから結構エアロパーツって一言で言ってもそのスタイリングを目的としたエアロパーツなのか、それがすごいこうスパルタに見えるパーツであっても実際飛ばすと全然こうダウンフォースが発生しないどころか強度が足りなくてこう割れちゃったりとかっていうのもやっぱりそのぐらいの速度域になると可能性として考えられるので、しっかりデックアートに関してはその辺も作ってある。そして横に回ってみましょう。横から見るとこんな感じ、カブリオレのスタイリングが最高ですね。そして足元は今回デックアートのフォーミュラー7レースという単造モノブロックセンターロックのホイールでございます。なのでここに小さくテックアートのロゴが入ってて、当然単造なんで強度がありますんで、こういった非常に細いスポークにしてもちゃんと成立すると、これ鋳造ではこんな細いスポークありえないですからね。今回バイカラーになってますんで、側面はグロスブラック、前面はダイヤモンドカットのコンビのホイールになっております。そしてサイズの方は255/35/20ということで純正と同じ、純正タイヤをそのまま流用する感じですね。でここのタイヤに関しては当然ポルシェ純正、やってきました、ポルシェ純正タイヤ、この辺で車セッティング出されてますんで、さらにブラッシュアップすることもできるんですけれども、基本的にはもう非常に性能の高いものがセッティングされて備わってるんで、
ここに関してはそのまま流用してホイールの軽量化、あとはデザインのスタイリングアップですね。でこちらのホイールが装着されていると。そして今回このキャリパーも、はい、レッグアートロゴに変更されております。はい、で当然ターボ S なんでカーボンセラミックも標準でございます。そして車高の方はレッグアートのスポーツスプリングによって若干ローダウンされて、より低重心化とスタイリングのアップが図られております。そしてサイドスカート、こちらも GT スポーツ専用サイドスカートになります。リアには大型のフィンがついて、真ん中がカーボンになっているこちらのタイプのサイドスカートで、当然こちらの真ん中もドライカーボンなので重量増は最低限に抑えて、リアの整流効果も備えたようなこちらのサイドスカートになっております。でプラスオンされているので非常に低くも見える、はい、そんなパーツになってます。そしてあとはこちらカーボンドアミラーになっております。そしてそのまま後ろに行くとこのダクト、こちらもテックアート製の大型のダクトに変更されております。カーボン目が美しいレーシーなスタイリングになるのもそうなんですけど、形状も少し張り出た形状になるんで、より空気が効率よく取り込めるようなこちらのダクトになっていると。うわ、めちゃくちゃかっこいいな。すいません、独り言です。そして後ろに回っていくとご覧ください、後ろが前以上に多分インパクトのあるスタイリングになってるんじゃないかなと思います。まず上からいきましょう。こちらもテックアートのカーボンリアウィングに変更されております。こちらは純正のベースはそのままに、こちら上側を大型化して端がこう少し下がるデザインですね。この辺もしっかり空力を計算されてデザイン設計がなされております。そしてこれバランス見ていただきたいんですけど、この大きすぎず小さすぎず、そしてこのサイドが下がったデザインが非常に特徴的なこちらのウィング。そしてですね、ドイツチューナーもののカーボンパーツ、非常にこう作りもいいのでフィッティングもそうなんですけど、カーボンの目がこういった曲面のあるパーツでもしっかり揃ってると。これ反射がすごくて、もしかしたら映ってないかもしれないですけど、こんな感じのウィングがまずついております。そしてリアのこのポルシェロゴはテックアートロゴに変更されております。で基本的にドイツのチューナーものコンプリートか、基本的には車をもう再解釈して作り直すっていう発想というかスタイリングになるんで、車内外のあらゆるポルシェマークがこのテックアートロゴだったりテックアートのエンブレムに置き換えられております。ちなみにテックアート、ドイツで自動車メーカーを名乗れる認証も受けております。なので基本的にはもう改造動向というよりかも車を作り直す会社としてドイツでもしっかり認められていると。そしてですね、リアバンパーに関してはこちら純正のバンパーをそのまま使います。で下側が大きくテックアートのパーツによって、まあ、スタイリングアップ、ボリュームアップがなされております。でまずこの端についてるこちらのパーツ、これも大型のフィンで整流効果を高めて、はい、でここエアーの排気というか出口ですよね、ここもガイドするようなこういった形状になっていると。そして下側は割とこう大ぶりなスポイラー形状、そしてはい、この辺にフィンなんかも、でこういった細かいところ、今回はボディ同色で仕上げてますけれども、塗り分けだったりだとかこの辺に差し色を入れたりなんかのアレンジもできるようになってます。そして上側にはこのカーボンのトリムがついて非常にセンスよくまとまっていると。そしてマフラーの出口、マフラーカッターはこのテックアートのロゴ入りのマフラーカッターになっております。続いて内装を見たいんですけども、その前にこの GT スポーツ外装と内装とさらにエンジンチューンまで施されております。こちらはですね、まあ、急急にもうそもそもエンジン見えないんで、まあ、ざっくり概要だけですけれども、まずタービンが純正のものを一旦取り外してドイツ本国によってハイフロー加工されて
なんと800馬力出るタービンに変更されております。で当然それに合わせてコンピューターの燃料のマップですね、まあ、そういったもの点火時期だったりその辺なんかもリセッティングされてその馬力が実現していると。でそれプラスアルファで吸気系、具体的に言うとフィルターがもっと効率のいいものに交換されて、ターボの圧力コントロールのバルブですね、その辺も強化品に変更で、先ほど少し触れたこのマフラー、こちらもデックアートのマフラーに変更されてより排気効率がいい、そういったものになっております。でそれにプラスしてバルブコントローラーもついてるんで、ノーマルだと基本的に車のコントロールによってバルブの開け閉めプラスアルファ吐息ボタン、あとはモード切り替えのボタンでそれぞれバルブが車側で勝手に動いてる感じになると思うんですけど、テックアートのこのバルブコントローラーによってもう完全任意でバルブの開け閉めができるような、そういった仕組みになっております。少しは話は戻りますけども、よく馬力サブコンなんかでも何馬力結構100馬力アップします、そういったものいろいろあると思うんですけども、こういったドイツチューナーの全部調律して出てる馬力に関しては本当に下から上までスムーズに馬力が出る、ちゃんと実際に使える馬力としてアップしてますんで、単純にブーストアップしてだけのピークパワーが上がっただけの馬力アップではないので、まあ、ちゃんと日常使い耐久性も備えつつ下から上まで回る、だって800馬力ですよ、950ニュートンとんでもかになってると。なので基本的にもう純正のその性能をスポイルするどころかさらに高めたようなこちらのパワーユニットになっております。さあそして続いて内装を見ていきたいと思います。こちらのお車外装と内装も全て手が加えられております。もうだいぶ見えてしまってますけども、もともとこれ屋根のこのボルドー、これに合わせた全て同色の内装でした。これ経過の動画を見てくださっている方はご存知だと思うんですけど、それを今回全部ですね分解してドイツ本国テックアート本社に送りまして、全部張り替え作業を行っていただいて戻ってきたものを国内で全て組み込んで仕上がっております。で基本的にはそのスタイリングパッケージになってるんで、 GT スポーツっていうとこの内装張り替えメニューだったり、外装のこのエアロパーツの形状だったりホイール、そういったものに関しては変更できないんですけれども、外装のその塗り分けの部分だったり、あと内装に関してはかなり自由度があります。で今回はオートサロンでワールドプレミアということで、ボンドグループがテックアート日本総代理店務めていますんで、まあ、事前にこういうのを計画してますよっていうお話をいただきまして、ボンド大阪のお客様にご案内したところ、まあ、面白そうじゃんやってみましょうということで今回この車両の製作に至ったと。というわけでオーナー様といろいろ打ち合わせをして今回このような内装に仕上がりました。細かく見ていくと全体的にはこの黒のレザーと元色のこのボルドー、はい、を生かした内装になっております。なのでシートのこの側面だったりはレザーで、レザーもですねテックアートの場合もう最高級のレザーを使用しております。で実はドイツってレザーの産地ってご存知ですか？意外にこうレザーなんかブランドもんっていうとイタリアとかイギリスとかって思う方が多いと思うんですけど、涼しい気候によって牛がこの虫刺されにならない、なりにくいということで、ドイツって意外に上質なレザーの産地、なんか今高級なイギリス車も、まあ、ベースの素材はドイツ製のそのレザーを使ってるっていうのは読み物で読んだことがあります。まあ、そういった超高級なレザーをふんだんにこのシートの外側、あとこの背中座面に使用して貼り替えられております。でこの座面だったり背中に関してはこのパンチング、そしてデックアートのエンボスでよく見ると仕上げられている。でこのパンチングもただのパンチングではございません。この端は小さくて中央が大きい特殊なパンチングがこの斜めに入っていると。でしかもですねこのテックアートロゴが入るこの端から2列目に関してはこのパンチングの内側、こちらに赤い生地を使うことによってこううっすら赤いストライプが見えるような
かなり凝った仕様になってると。分かりますかこれ、こんな感じです、はい、これちょっとカメラだとどこまで伝えきれるか分かんないですけど、肉眼で見ると赤いストライプがうっすら入ってるように見える、こんな感じ。そしてですね、肩の部分だったりこの頭の部分、あとは座面の端っこの部分、こちらに関してはスウェード調の生地を使って体がよりホールドできるような素材選びになっていると。でシートの形状に関してはこれ純正のまま流用しております。そしてですね、すごいのがこちらのシート、この背中側も全部レザー張りに交換されております。なのでこれ動画では伝わらないんですけども、まず室内の匂いがもうポルシェ純正の匂いじゃなくて高級ブランドバッグみたいなレザーの匂いで包まれてると。そしてちょっとダッシュボードの前に後席行きましょう。後席も同じパターンで張り替えられてて、同じようにこの複雑なパンチング、そしてテックアウトのエンボス、そして内側にはこの赤い生地、そして赤のパイピングが入ってると。でさらにこっちのパネル、これも全部スウェードと赤いステッチと最高級のレザーで張り替えられております。そしてセンターのこのトンネルに関しては同じでスウェード調の生地と赤いステッチで彩られていると。そして真ん中には GT スポーツのロゴが丁寧に刺繍されております。でこの辺は全部テックアウト自社で職人さんがミシンを使って仕上げていると。ちなみにヘッドレストも同じように GT スポーツのロゴが入ります。そしてで今回の車はダッシュボードだったりカーペットも全て赤だったんですけれども、それも全部交換しまして、まあ、ダッシュボードは張り替えてこのシートと同じように最高級レザーとスウェード調のコンビのダッシュボードになってると。そして助手席側には GT スポーツ14 of 30、はい、ということで30台中の1台で、これ順番に割り振ってるわけじゃないので、今回このテックアウト、オーナー様の好きな番号ということで14番の番号にさせていただきました。で各部その他全部このマットのカーボンのインテリアパネルに全て交換でございます。そして下側も赤いダッシュだったのを全てこのテックアウトの黒いレザーに張り替えたダッシュに交換。そしてこの辺のシフト周りもカーボンの高級ヒゲ剃りじゃないです、はい、カーボンのシフトと、あとこの同じくツヤのないマットのカーボンのセンター。そしてもともとこういうトリム類がシルバーだったんですけれども、これこの車内にシルバーのトリムがついちゃうと少しやっぱり浮いてしまうということで、ここはマットのブラックで仕上げています。そしてステアリング、もうステアリングもテックアウトかなり有名なんでご存知の方もいらっしゃると思います。全部オーダーメイドで仕上げることができます。で車によっては形状の変更だったりも可能です。で今回はこちらの上下がマットのカーボン、あとスポークのこのカバーもマットのカーボンで、ボタンもで、よく見ていただきたいのはこのモード切り替えのボタンの脇もちゃんとステッチが入ってると。でステアリングも当然、はい、こんな感じで、でテックアウト全てステッチも選べます。で今回は一番スタンダードなステッチで仕上げてますけど、これ例えばもっと複雑なステッチだったりベースボールステッチだったり、まあ、いろんなステッチのパターンもありますんで、そういったものが全てオーダーメイドで。そして各マテリアルのこの間にはこの赤いパイピングが入って、このセンターのマーキングも赤のレザーになってると。そして真ん中はテックアウトロゴに変更されております。そしてこのコラムも全部同じようにレザーで層張り替え、そしてパドルももともとシルバーしか存在しないはずですが黒に変更されて、この溝には同じ赤が入ってると。なので上質なインテリアがこんな感じで仕上がっております。他もですね全部手が入ってまして、例えば、まあ、ペダルカバーもそうなんですけど、このヒューズボックスの蓋、ここも全部レザーで張り替えてステッチが入ってると。
でこのサイドシールも全部レザーで貼り替えてステッチ、はい、全てやってあります。そしてマットは GT スポーツ専用のロゴ入りのこちらのマットになっております。側面がレザーで真ん中は純正と同じ生地ですね。で外側のパイピングとステッチは同じ赤にまとめてあると。そしてドアも同様に仕上げております。ドアももともと真っ赤っかだったんですけど、今回全部黒のレザーとシートと同じ感じでドアも全部張り替えました。そしてこのドアのオープナーノブとかこのトリムはセンターと同じようにマットのカーボンで仕上げてあります。でこれはもう全部、まあ、最初にも言ったかもしれないですけど、生地だったりだとかどうするか全部選べますんで、まあ、オーナー様の好みに合わせて作ることもできると。で今回はこんな感じで非常に渋いこんな感じのインテリアになっております。あとそうだ忘れてました、バイザーも全部レザー、この蓋もレザー、はい、というわけでこんな感じのインテリアに仕上がってるお車でした。じゃあ最後に改めてこの屋根を閉めたスタイリングを一周見ていただきましょう。で最初にも触れた通り、こちら世界限定30台のキットパッケージになりますんで、もしかしたら動画公開している時も若干枠があるかもしれないです。ちょっと要確認になるんですけども、なので非常に貴重なお車パッケージになります。そしてですね、やっぱりこれだけ手を加えて、でしかも内装だったりそのタービンの加工に関してはドイツに送っての作業になるんで、まあ、車の製作にも非常に時間はかかります。ただもう外装その塗り分けの部分だったり特に内装に関してはもう本当にオーナー様の好み合わせてオンリーワンのものが作れますんで、ぜひオーナー様のこだわりを詰め込んで車両製作してみるのはいかがでしょうか。そしてですね、もう全然なんかそういうの分かんないんだけどなとかっていう場合はテックアウトにデザイナーがいますんで、まあ、逆にテックアウト側からこんなのどうですかっていうふうに提案してもらって、その中から選ぶなんていう車の作り方もできます。そしてですね、今回ご紹介したこの GT スポーツの他に過激なのが欲しいという方は、まあ、ちょっと枠はもうないかもしれないですけど、フライウェイトっていうもう究極のもうレーシングカーみたいなモデルだったりだとか、まあ、あとはセダンで言ったら今後可能性としてカイエンのマグナムワイドボディキットなんかも新型で出る可能性もありますんで、いろいろチェックしていただけると面白いもの、かっこいいもの、オンリーワンのものが作れるんじゃないかなと思います。というわけでこんな感じで内装外装、頑張って僕の知る限りの知識でご紹介させていただきました。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録とこの動画がいいなと思ったら高評価と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。